2015年2月22日、中国のネットで、在日中国人は、日本で中国語を話さないようにしていると題したスレッドが立った。スレッド主は次のように語っている。日本で生活する中国人は、日本人の前で中国語を話すと罵られ、殴られることもある、と、信じる中国人がいるが、完全にデマだ。日本は、法治国家で、 世界でも犯罪率が低い国として知られている。日本人は暴力を醜い行為だと見ており、たとえ日中関係が悪いさなかでも中国人に暴力を振るう日本人はいなかった。中国の発展により日本に訪れる中国人が増加しており、日本では中国語が堪能なスタッフの育成や中国語サービスの提供するホテルや関連機関が増えている。 中国語を話しただけで、暴力を振るわれることなどありえないのだ。